ちゃう皆さん。まあ、俺の、リスナーの、9割近くの方がみんな、学校の先生に怒られちゃってますよね。怒られた時みんなどうせ、う、すいませんでした。う、すいませんでした。う、みたいな感じで、皆さんちょっと言いもっちゃってますけど、この動画を、見たら君たちは、先生に怒られた時なんか、ボッボッボーなんで、なんか最近この学生あるあるなんかみんな役に立たないみたいな感じに言ってるんだけど、今日の、学生あるある、めっちゃ役に立ちます。もう先生に怒られるなんかもう、へでもないぐらい、もう完全論破ができる方法を、皆さんにお教えしたいと思います。とりあえず皆さん、この超特撮カカムービーをご覧ください。レッツゴー。暇だな、マジでやることねえかな。なんか、あ、石だ。これを窓ガラスに投げたら一体どうなるんだろう。これを窓ガラスに投げたらどうなるんだろうな。やっべ、なんだ今の音は。先生、まさか石を投げたのは貴様か。お前許さんぞ。大体な、貴様日頃の行いがなってないんだ。だからいつまで経ってもそんな風になっているんだろう。いい加減自分、ああ先生、火事がどこかで起きている。先生、火事が起きている。どこだ、みんな避難しろ。どこだ、どこに起きている。どこだ先生、あそこに火事が起きている。先生、あそこに起きているよ。先生、どこだ、よく見えねえ。どこで起きているんだ。ほら、あそこに起きているよ先生。おい貴様、どこにも起きてないじゃん。なんか暇だな、マジでやることねえかな。なんか、あ、石だ。これを窓ガラスに投げたら一体どうなるんだろう。これを窓ガラスに投げたらどうなるんだろうな。やっべ、なんだ今の音は。先生、まさか石を投げたのは貴様か。お前許さんぞ。大体な、貴様。いじめだ、いじめが起きている。俺は先生にいじめられている。あ、やばい。俺先生に、苦痛を言われたことによって、俺精神的ショックを受けている。あ、やばい。ほら、ちょっと待って、兄ちゃん、あ、ちっちゃい、ちるみだ、あ、ちっちゃい、ちっちゃい、あ、やばい、頭かくった。これだ、校長先生に伝えるべきだと思うな。よし、俺今から校長先生に伝えてやろうじゃないか。すいませんでした。校長先生、校長先生に伝えるな。申し訳ございませんでした。わかりました。すいませんでした。僕は何でも言うこと聞きます。すいませんでした。それでいいのだ。なんか暇だな、マジでやることねえかな。なんか、あ、石だ。これを窓ガラスに投げたら一体どうなるんだろう。これを窓ガラスに投げたらどうなるんだろうな。やっべ、なんだ今の音は。先生、まさか石を投げたのは貴様か。お前許さんぞ。大体な、貴様。先生待って、先生が怒ったら先生の顔にシワができちゃう。俺はいつまでも先生の美しい顔を見たいんだよ。先生が怒ってシワが増えたら俺はもう生きる希望がなくなっちゃうんだよ。俺のことをそんなに思ってくれてたのか。お前は、俺はお前のこと勘違いしてたよ。すまなかった。嘘だよクソジジイ、さっさとファック。見つけ次第殺害。なんか暇だな、マジでやることねえかな。なんか、あ、石だ。これを窓ガラスに投げたら一体どうなるんだろう。これを窓ガラスに投げたらどうなるんだろうな。やっべ、なんだ今の音は。先生、まさか石を投げたのは貴様か。お前許さんぞ。大体な、貴様。うっせんだよ、クソじじい。お前、いちいち毎回怒りやがって。お前、調子乗んだよ、マジで。お前、おい、貴様、なんて言った。お前、こっち、俺、これ持ってるんだぞ。おい、今、さっさと謝れ。お前、謝らないと、これで刺すぞ、こら。あ、人を刺そうとしている。あ、やべ、殺人。ビボバボバボ、てって。あ、もしもし、達也刑務所の方ですか。僕の目の前に、殺人犯がいる。現行逮捕、お願いいたします。はっはは、現行犯。そんな一瞬で警察が。達也刑務所の達也です。もう許可は取っております。こいつを死刑にいたします。なんだ貴様、やめろ。世の中ここがいいやつがね、勝ち組になるんだよ。